問題22、介護実践におけるリハビリテーションの考え方として最も適切なものを一つ選びなさい。リハビリテーションです。リハビリですね。1、自助努力に任せる。2、生活の視点を重視する。3、時間を限定して行う。4、疾病治療を目標とする。5、リハビリテーション室で集中的に行う。はい、リハビリの問題です。まあ、これに絡まないところもあるんですけど、ちょっとね、ナビのところでリハビリってどういうものか、ちょっと復習しますね。ナビの、269ページです。269ページよいしょ、ここなんですけどね、ナビの269ページの上の方です。これも開かれなくてね、あれなんですけど、ちょっと読みますよ、大事なところ。はい、リハビリテーションとは、ここ赤いの、これ大事、すごく大事ね。全人間的復権。全人間的復権、どういうことですかというと、ここね、何らかの障害を受けた人が人としての尊厳ね、人として、人間として、人としての尊厳、権利、資格を本来あるべき姿に回復すること、戻すことね。ということで、ただ足が動くようになるとか歩けるようになるじゃなくて、人としての尊厳を取り戻すってことですよ。人としての権利を取り戻す、人としての資格を取り戻すと、要は全人間的ね、全人間的な状態に戻るっていうことです。復権、これがリハビリテーションで、キーワードは全人間的復権ね。で、どういうものありますかって、リハビリテーションには4つありますよと。この赤いの、医学、これお医者さんね、医学で、医学的リハビリテーションね、医学リハビリテーション。次、これが皆さん一番大事な社会です。社会的リハビリテーション、ね、社会の一員として普通にこう、普通にね、またこう過ごせるようにって、みんなと一緒にこう参加して、交流できるようにとかね、そういういろんな意味のこう社会に戻ってくること、これが介護職の場合一番大事なところですよね。その利用者さんに対するリハビリの意味として、社会です。社会いきますよ。社会生活能力、社会生活をする能力、社会の中で自分のニーズを満たし、社会参加を実現する権利を行使する能力、そういうものを高める視点から支援するよと。で、日本語難しいですけども、リハビリっていうのはもう本当の目的っていうのは、その利用者さんが社会の、社会に参加、社会への参加に戻ってくることですよね。で、介護職はここを中心に考えると。お医者さんじゃないからね、医学じゃないでしょ。で、次の教育的リハビリテーション、教育、エデュケーション、これも介護職は違いますよね。これ、ハローワークとかがやってくれますね。障害児、障害者の全面的発達を促進させ、うんぬんと、これ、要は教育ですよ。あ、ごめんなさい、ハローワークじゃない。ハローワークは職業です。これ、例の、あれあれ、特別支援学級とか、障害の、特に子どもたちですよね、対象にしてました。特別支援学校とか、特別支援教
学級っていうんですかね、そういうところでこう障害児障害者の全面的発達を促進するよう、そういうことをこう教育的リハビリテーションと言います。でハローワークはこっち職業でした。職業ね、教育訓練とかもそうでしょ、職業指導職業訓練、はい、いろんなもの、そういうところでこう支援する、これもリハビリですよね。仕事に復帰するんですから。はい、ということで、まあ、この辺が大事ですよというのがあったんですけどね、まあ、リハビリ、まあ、一般的なリハビリになると、この理学療法は PT さん、作業療法は OT さん、あと言語聴覚療法は ST さんがやってくれます。こういうのこうリハビリテーションでも狭いリハビリですよね。広いリハビリはこの辺ですよ、社会ですよね。はい、まあ、いずれにせよ問題に戻りますね。はい、介護実践、介護ね、介護におけるリハビリの考え方で最も適切なもの、もう答えはこれしかないですね。ほら皆さんの場合社会でしょ、介護の場合は社会です。生活の視点を重視する、ね、社会生活です。生活の視点、ポイントオブビュー、ね、を重視する、大事にする、さっきのこれです。この社会的リハビリテーションです。社会生活能力、社会の中で自分のニーズを満たし、これ利用者さんの、ね、ニーズを満たし、社会参加を実現する権利を行使する能力を高める視点から介護職は支援しますよと、ね、介護実践におけるリハビリは生活の視点を重視する、これが正しいです。自助努力に任せるってこう一番ね、自助努力、本人の努力に任せてリハビリさせなさいと、これおかしいでしょ。3番の時間を限定して行う、時間を決めてね、はい今日は何時から30分だけとか、それもおかしいでしょ、リハビリね。で4番の疾病治療を目標とする、はい、疾病治療ってこれは医療職ですよね、お医者さんたちがやることで介護は関係ありませんね。で5番、リハビリテーション室で集中的に行う、まあね、あの集中して行うことがいい時もありますけど、でもそうじゃないね、個別に一人一人に合ったリハビリするのも、それも大事じゃないですか。はい、ということで集中的に行うだけではありません、正しいのはこの2番になります。